にちは、海です。今私は浅間山のふもとに来ています。今日は日帰りで浅間山の手前の前掛け山というところに登っていきたいと思います。浅間山は活火山なので浅間山自体に登ることはできないんですが、今回はその手前の前掛け山という山に登っていきたいと思います。はい、現在火山活動レベルは1という一番最低のレベルになります。2018年頃にレベルが引き下げられて前掛け山まで近づくことができるようになった山になります。とはいえ最近まで入山規制されていたエリアになるので、今回はヘルメットを念のため持ってきています。では今回も安全に気をつけて登っていきたいと思います。今回は浅間山の第二外輪山の最高峰前掛け山に登っていきます。高峰高原ホテルのバス停から登山スタートし、槍ヶ鞘を通って東御の頭まで登ります。そこから草滑りを通ってカルデラの底まで一回降りた後、前掛け山に向けて再度登っていくコースになります。帰りは元来た東御の頭まで同じルートで戻った後、中コースというルートを通って元の高峰高原ホテルまで下山するコースになります。はい、辺りは木々が紅葉していて、まあ、少しずつ秋が深まっていくのを感じます。はこのような森の道を歩いていきます。たまに視界が開けて元来た高峰高原ホテルだったり、あとは浅間2000のスキー場だったり、向こうの街が見晴らせたりというような、なかなかいい感じのコースになってます。はい、今日は朝北陸新幹線に乗って東京駅から佐久平駅までやってきて、で佐久平駅からバスで高峰高原ホテルの前までやってきまして、高峰高原ホテルのところから登山スタートするような形でやってきました。だいぶ道が急になってきました。このような階段の道を上がっていきます。初めて1時間ほどで槍の鞘というところに到着しました。浅間山の絶景がいきなり開けてびっくりです。次の東御の頭というポイントまではちょっと下った後登っていくようなルートになります。どんどん浅間山が近づいてきて、かなりテンションが上がります。浅間山は火山らしい姿が本当に綺麗で、写真で見てずっと一度は行ってみたいなと思っていたので、まあ、今回間近で見れてとても感動してます。なんとも言えないこうグラデーションで緑から茶色になっていく姿がとても美しいです。冬は
そこに上から雪が白く降って、ガトーショコラのような見た目になるので有名です。海の頭というポイントを通過しました。浅間山が真正面に見える絶景ポイントでした。ここからは草滑りという道をどんどん下っていきます。はい、ちょっともったいないですが、一旦下まで降りてまた登っていくようなコースです。だいぶ下りましたが、そろそろ一番下の地点になって平坦な道を歩いています。からかなり下ってきました。もう悲しいぐらい下ってしまいました。はい、ここからは少ししばらく平坦な道が続きそうです。はい、浅間山は火山の噴火でできたカルデラのような地形になっていますが、外側に二重三重と山が連なっている形になっています。第三外輪山というのが黒富山を含む外側の山々になっていて、でちょうどこの背中に見えるところがそのお盆の縁になっています。これから行く前掛山が第二外輪山で、その中心に浅間山というような配置になっています。はい、下りきってしばらくは森の中を歩いていきます。火山口から約2キロぐらいの地点にいます。美しい森が広がっていて、八ヶ岳の森のような雰囲気になってます。登山道の初めの頃はヘルメットなんて持ってる人ほとんどいなかったんですけど、やっぱりこのエリアに入ってくるとヘルメット率がかなり高まってきます。もう少し火口に近づいたらヘルメットを着用したいと思ってます。いよいよ前掛山に向けた分岐を越えて登りの道がスタートしています。ここからは火山活動のレベルが1の時しか入れない登山道になっていて、火山活動レベル2の時は先ほどの分岐までしか来ることができません。黄色く紅葉していてすごく綺麗なんですけど、それ以上に景色がだいぶ開けてきて、すごい下り坂を
下ってきた甲斐があったかなと感じてます。どんどん景色が良くなります。はい、ここからはコースタイム1時間がっつり登っていくようなコースになります。岩場の道を登っていきます。結構果てしないですね。すぐかなと思ったんですけど、思ったより長いです。はい、前掛け山の手前まで登頂してきました。ここからは比較的緩やかに登っていくコースになります。ここが前掛け山です。はい、ちょっとこの辺りからは万が一火山活動が再開した時に備えてヘルメットを着用してます。景色です。グラデーション状に下から緑がこうどんどんこう薄くなって黒い岩肌になっていく姿というのが印象的だなと思っていたんですが、どうしてグラデーション状に見えるのかずっと謎だったんですけれども、今回実際山頂まで行ってみて分かったんですが、このような感じでこう草が
んでしょう、こう岩の間のところで、こうこのような感じですね。ちょっと丸くこうスポットスポットで生えているような植生になっている、なっていて、火山の山で厳しい環境の中で、の密度がこう層になっていくというか、こう密だったところからこうだんだん層になっていくというのが、グラデーション上にこう緑が薄くなって、で黒い岩肌の色に変わっていくように見えるんだなと、実際登ってみて発見でした。ショコラではありませんが、浅間山に似たお菓子を佐久平駅で買ったので、それを休憩に食べたいと思います。こんなカルデラ状のチョコのお菓子です。海の頭でちょっと休憩をして下山していきます。下りは東海の頭からは中コースというコースを通って下山します。今日は浅間山に登ってきました。厳密には浅間山ではなく、浅間山の第二外輪山の最高峰前掛山まで行ってきました。浅間山は火山活動のために登山で行くことはできないので、前掛山が今現在最も近づけるポイントになります。はい、浅間山は本当に遠くから見たフォルムが美しくて、緑から火山らしい土の色になっていくグラデーションの色がとても美しくて、いくつか浅間山を眺められるポイントがあるので、本当に美しい山が見れてとても満足の登山になりました。火山が作った地形をもう体感できるコースになっていて、かなりアップダウンはきつくて大変な道ではありますが、火山の作ったカルデラの地形を十分に歩き尽くすコースになっているので、歩きごたえのあるコースだったなと思います。はい、今回浅間山へは高峰高原ホテルのバス停から行って帰ってというコースになりますが、結構バスの時間が限られていて、で行きは9時半に到着するのと、あと夕方帰りは4時20分に出るバスしかないので、乗り遅れられないので急いで下山していきます。もう間もなく到着しそうなので、だいたいスタートしてから6時間ぐらいで行って帰ってくるようなコースになりました。今回はちょっと時間がなかったので、あまり休憩もできず、いつも楽しみにしている山グルメももうおにぎりだけという感じで、ちょっと休憩時間は最小限にとどめて、なんとかギリギリ戻ってくることができてよかったです。はい、最後は高峰高原ホテルに日帰り温泉があるので、ダッシュで温泉に入って帰りたいと思います。はい、では今日の動画はここでおしまいです。また次の動画でお会いしましょう。またねー。